555。大体そんなもんですよ。すごい決めましたね。本当です。535でしたから、その前が526だから、家だと556とか、そのぐらいも全部。うんちは必ず毎日出てるんですね。出てると思います。1日何個食べます？日によってた昭和違うだろうけど、うまいな。120から90ぐらい。あ、1日ね。はいはい、もうちょっと食べたかもしれない。あの細長いやつ、丸いやつ。混ぜ混ぜです。あの、あ、いろいろ。いいやつを30、30で、ええ、ダメなやつも30とか。あ、エビが入ってるやつね。はい。はい、もっと引っ込みますよ。もっともっとなんか。まあ今はちょっと割と気使ったの、ちょっとだけやりやすかったですけど。はい、じゃあちょっとそれは。あ、しかこれ使う。まずちなみに100の2個。これできそうだと。お薬を増やしていただくと助かります。あ、出す雰囲気を。はい、すいません、はい、じゃあ2週間出しだから、はい、3週間でいいですか。はい、3週間出しますね。最大4週間までなら出せれますんでね。はい、じゃあちょっと健康食品にしてください。そっか、体重と水温と環境温度だけね、はい、食べてるのは90っていうのは特に書いてないんですね。書いてるとこと書いてないとこ、はい、すいません。書いてるとこもあるのかな。一応最初のうちは かもしれない。はい、これね、はい、うん、たまに変えておいてください。はい、それで、今日が18だから19か、今日19ですね。はい、興奮症状であと吸入酸素はこちらに入れて出てっちゃうから、うん、いいのか、いいじゃん。藻みたいのがついてたりするんですけど、なんかカビというか白っぽい。え、水替えは？やってますけど、1日2回とか3回とかやってるんですけど、本当になんか尻尾の辺というか、なんか白っぽい、なんか尿酸かもしれない。そんなに出ないんだけど、綿みたいなやつ。そんなんで食べてないでしょ。食べさせてないですよね。何も本当だった。はい、それで瓶の薬ね、ステロイドをこの子使わさせてもらってるんですね。プラドミゾロンっていうね。でこれをですね、現状 0.58mm 2日に1回飲んでもらってます。でちょっとだけ下げますね。 0.54、 これがね結構ね、高齢の猫さん、猫さんじゃない、カメさんにはね効くんですよ。これを2日に1回で、ね、出します。で今回はこちらのだから今飲んでるのが終わってから
こちらに行ってください。で、これで、今日は最終回ね、ご用意しますね。あ、すいません。はい、いいよ、それで。